議だったわ。そう、お芝居で初共演です。はい、こんな感じで。そうです。いや、もうすごく真面目にね、舞台はまだ2度目だっておっしゃってたんですけれども、うん、なんか本当に真剣に取り組んで、うん、なんかみんな出し並みを揃えてここまでやってきたって感じですけど、すごい真面目な方ですね。何か差し入れはありました、うん、ゾゾさんと。差し入れですか？ああ、なかなかその質問は想定してなかった。面白いですね。そうですね、あの、欲しいですよね。え、差し入れですか？まだいただいてないですよ。あ、ゾゾスーツとかは。ゾゾとベートーベンに聞いておきますね。すいません、はい、今ちょっとベートーベンになってるんで、現実的なね、ワールドを。この後ゲネなんですよ。そうでした。皆さん、皆さん分かりますけど、お気持ちはさせてもらって。ベートーベンさんから